皆さん、こんにちは。私はドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県岐阜市塩町の喫茶空にお邪魔します。午前8時からモーニングやってます。およそ300メートル先、目的地周辺です。この道を道なりに行くと、岩戸公園に行きます。岩戸公園ができる前は、岐阜県自動車運転免許試験場でした。1964年、昭和39年に岐阜県岐阜市三田洞に試験場が移転しました。その自動車運転試験場の跡地に、岩戸公園ができました。まもなく目的地です。目的地は右側にあります。お店の前に広い駐車場があります。喫茶空はサンチボリというレストランの後にできたお店です。喫茶空は鯉が泳いでる池があり、店の中はすごく広いです。私たちは池が見えるテーブルに席を取りました。お店に入ったところにブロッコリー、きゅうり、しいたけ、ナスなどが販売されていました。モーニングは午前8時からで、定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合は営業されるみたいです。モーニングはトーストとおかゆの2種類があります。トーストがバター、オグラ、ジャム、エッグマヨの4種類のトーストの中から選びます。そして茶碗蒸し、ゆで卵のどちらかを選びます。お子様モーニングもあります。はオグラとエッグマヨをお願いしました。ホットコーヒーが400円でしたので、モーニングはドリンク代のみの400円です。400円でエッグマヨトースト、サラダ、茶碗蒸し、ヨーグルト、お菓子の5品がついています。大きな器に入ったヨーグルトにはバナナがすごくたくさん入っています。バナナが好きな私は嬉しいです。アイスコーヒーが450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。450円で小倉トースト、サラダ、茶碗蒸し、ヨーグルト、お菓子の5品がついています。大きな器に入ったヨーグルトにはバナナがすごくたくさん入っています。
バナナが好きな私は嬉しいです。いろんな野菜がたっぷりのサラダに人参ドレッシング、美味しくて嬉しいサラダです。ちくわだけでも美味しい茶碗蒸しなのに、桜エビ、椎茸が入ってすごく美味しい茶碗蒸し、嬉しいです。器に入ったヨーグルトにはバナナがすごくたくさん入っています。バナナが好きな私は嬉しいです。皆さん、最後まで見ていただいて今回の動画どうでしたか？私はコーヒーなどのドリンク代だけでトーストやサンドイッチなどが提供されるモーニングサービスを YouTube に投稿しています。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。